放浪者の名前、今後来そうな名前、ファルカとか打ち込んで拒否されるかされないかで実装されるかどうかわか、わかるらしい。どうなん？私は、ポヨバースって名前にしたけどさ、名前付けられるじゃん。これあれなん？付けられない名前はあるじゃん。なんかスカラマシュとか付けようとしたら、その名前は捨てたぜっつって付けられないんだけど、ファルカとか拒否されんにゃ。それは他の人の名前だろうみたいな。おもろ。あ、説ね、あくまで。いや、エリンとかって付けれんの？エリン。行くぞ。エリンは実装されないから拒否します。だけど、ファルカは実装されるする予定だから拒否しますみたいな。あ、おもろいな、それ。あ、じゃあ、ホヨバースは実装されないってことか。そらそうやろ。自分の会社の名前をキャラにするのはやばいわ。あ、プルチネラダメだった、マジ？あ、じゃあ実装されんのかな？キャラの格にもよると思うねんけどな。シニョーラもダメでしょ？でも実際。でもなんかエリンはいけそうな気がするな。執行官は全員ダメ。あ、試したんや。アリスはいけた。あ、アリスいけるんや。クレイのお母さん実装されないんだ。おもろ。ラインいける？実装とか関係なくね。いや、関係ない説は全然ある。普通に執行官の名前が全員ダメなだけかもしれん。私は試してないからわからんわ。キンバーヤは。キンバーヤは実装されねえだろ。キンバーヤと同じ見た目のおばはんいっぱいいるわ。一応、放浪者の名前をつけるときにルールがあって、名前ってこれつけれんだっけ？もう一個しかないからこれ使うの怖すぎて嫌なんだけど、これ注意事項があるので、注意事項に従ってね、名前つけてください。名前によっちゃ、ミュート、名前のリセット、強制的ログアウト、ログイン制限、アカウントバンまであるから。ま、さすがにホヨバースでバンされたらやばいと思うので、私はね、親しみを込めてね、放浪者にはね、名前ホヨバースにしたけど、いや、めっちゃ気に入ってる。親しみにこもるし、いろいろ最高よ。死んだらバン。ま、アカウント消される私。やばいな。でもネーミングセンスマジで丸だと思うわ。いや、我ながら3日考えていい名前思いついたなって思った。それ面白いと思ってる。めちゃくちゃ面白いと思ってる。違和感なくない？ファルザンの隣に並んでた時とか。浮く名前もちょっと嫌だったんよ。だから、なんか原神のキャラクターの名前さ、7文字まで。なんか長すぎて浮くのも嫌でさ、メンツが並んでる中で浮かない名前だったらいいなって考えた結果。5文字のホヨバースはちょうどいいのですよ。ちゃんと原神としてのキャラとしての違和感もない。素晴らしい。